皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草根新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草根新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。詳細は LINE でお問い合わせください。令和2年9月28日月曜日、草根新聞FX 中野研究会。今日のね、千葉県松戸市は、もう秋の空模様っていう形でね、朝からとても良い天気でですね、で暑くなく、肌に心地いいですね、風が、吹いているって感じですね。それで秋は気持ちいいですね。エアコンをつける必要もなく、ストーブをつける必要もなく、洗濯をすればきちんとね、すぐに乾くし、空気もね、乾燥し始めましたからね、洗濯もすぐに乾くし、布団もね、ジメジメしなくていいし、家の中もね、まあ、うちは、もともと、湿気がこもらない家にしてるんですけども、まあ、食卓とかね、そうだ、キッチンとかね、リビングルームは全部、珪藻土で塗りましたからね、結構高かったですけどね、壁をね。珪藻土はいいですよ、湿度調整しますからね、非常に住みやすい家になりました。非常にね、秋、そしてこれから冬になってきましてね、クリスマスが近づいてきますし、お正月も近づいてくるということで、いろいろね、楽しみが増えますよね。クリスマスパーティーをやったり、プレゼントをどういうの買おうかなって思ったり、年末ね、焼肉、すき焼き食べようかなとか、お寿司食べようかなとか、あとお正月の、おせち料理、今から注文しないとね、もう届きませんからね。毎日が本当にね、楽しい季節になってきました。まあ、スキー旅行行くのもいいですよね。年末年始ね、年明けスキー旅行なんていうのは最高ですよね。夜のゲレンデとか綺麗ですからね。まあ今年も10、11、12と、もう3ヶ月しかないですからね。で、僕なんていうのはもう本当にこの10年くらいかな。全く仕事してなくてね、世の中から引退しましたから、投資活動しかやってないですからね。ですから、もうサラリーマンの思考法ってのはなくなりましたね。はい。なんか物を売らなくちゃいけないとかね。はい。お客さんに謝らなくちゃいけないとかね。そういうのなくなっちゃいましたね。まあ本来人間というのはこういう、あるべきだと思います。はい。なんか仕事というものは辛いものなんだよと。辛いからお金もらってるんだよと。その、発想を結構、大学卒業してから入社してね、ずっと言われてきましたけども、間違いだったっていうことにね、気づきましたね。はい。それは、自分がね、興味の湧かない、苦手な仕事をずっとやるとね、そういうふうな立場に置かれてしまうということだったということですね。はい。でね、今日はね、午前中に動画を作ろうと思ったんですけども、まあ、午前中は洗濯をしたり、掃除をしたりね、あと、買い出しをしたり、あと銀行ですね。月末銀行周り行ってきましたんでね。すごい、混んでて忙しかったです。で、午後もいろいろやっててね、ちょうど先ほどシャワーを浴びて出てきましてですね、今から動画撮るって感じですね。で、今日のお題は2つですね。やっていきたいと思います。1つはビットコイン、1つは FX ですね、ドル円ですね。アメリカの大統領選に関わることですね。上がるの、価格が上がるのか下がるのか、両方記事が出てましたので、これについて解説していきます。
その前にね、そうだ、その前にですね、ちょっと伝えたいことがあるんですけど、これ、僕の、YouTube ですね、YouTube 画面なんですけども、こうね、メンバーになるってあって、ね、皆さんもメンバーになっていただければと思います、これね。一月、月額ね、ちょっと支援金ですね、支援をしていただければと思います。で、年収1000万クラスが月90円の支援ですね。で、年収1億円クラスが月490円ですね。この年収1億円クラス以上に入っていただくと、YouTube ライブが見れます。夜ね。で、年収10億円クラス。皆さん、おはようございます。これはプラスアルファ、いいこといっぱいありますね。中野です。で、新しくね、この4つ目の、草子園新聞、4つ目作りました。社会人サークルを始めていきたいと思います。4つ目のクラスを作りました。これ人数限定なんですけども、先着ですね。あ、すいません、人数限定先着でですね、メイソンリークラスっていうのを作りました。これは月1万2000円です。で、このメンバーになるとどうなるかっていうことなんですけども、メイソンリーの情報をいち早くお届けすると、基本的にはですね、FX のですね、攻略法ってありますでしょ？ドル円。僕は今ドル円でやってますけども、ドル円の攻略法を、一気に教えるわけにいかないですが、徐々に、教えてあげるよというのが、この人数限定メイソンリークラスになりますね。その他は、教えないですね。秘密の、はい。秘密の暗号ですからね、教えないですが、一応そのポジションは教えますよ。これ今は僕は上ですとか、今は僕は下ですとかね、ユージ先生は今どうなってるっていうのは教えますよ。そうしないと10億円とか1億円になりませんからね。1000万くらいさ、別に1000万くらいさの人は、不定期でですね、動画を出すだけですね。1億円クラス、10億円クラスっていうのはいいこといっぱいありますね。そして、人数限定メイソンリークラスですね。これは先着、締め切っちゃいますんでね。早く入っていただければと思います。それではね、ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません。それではまずね、行ってみましょう。まずは、アメリカ大統領がビットコインに、アメリカ大統領選挙がビットコインに与える影響ですね。コインデスクジャパンさんからの記事です。アメリカで起きている分断は、経済、人種、民主主義の健全性を求める争いなどのあらゆる場面にまで広がった2020年のアメリカ大統領選挙は史上最も緊迫したものになるだろうと。トランプ大統領がね、むちゃくちゃなことやってますからね。アメリカが、トランプ陣営とね、バイデン陣営で、ものすごく分裂しちゃってるんですよね。ニューヨーク金融街のオプショントレーダーが11月の大統領選の頃に市場のボラティリティが高まるという予想を価格に織り込んでいるとしても驚きではないと。ボラティリティっていうのは、市場の、買いと売りの落差ですよね。激しく売り買いが行われるということですね。ゴールドマンサックスのアナリストは、大統領選の前後に S&P500 株価指数で 3% 近い価格変動が見込まれると指摘すると。一方、ビットコインのオプション市場は特に株式市場の影響を受けることがあるが、11月ものの値動きを見る限り目立った動きはないと。データサイトのスキューによると、ビットコインの3ヶ月インプライドボラティティは先週末2ヶ月ぶりの低水準となる年率換算 60% まで落ち込んだと。ビットコインのオプション市場はその取引規模が小さく、9月に満期を迎える取引の影響を受けていることなどのテクニカル要因がボラティリティの低下予想につながっているのかもしれない。また、ビットコインは国際的に取引されている資産であり、アメリカ大統領選の影響は限定的とする見方もあると。
大統領選挙のビットコインへの影響は株価に対する影響よりも小さいだろうと流動性プロバイダーなんとかかんとかをコメントするということで、まあまあ関係ないよってことですね。ビットコインの価格はアメリカ大統領選挙に関係ないよってことですので、続くデファイ人気ですね。で、急成長するデファイ分散型金融分野では数ヶ月にわたって驚くような進展と馬鹿げた出来事が続いていると。で、この記事はね、9月26日土曜日の朝8時に配信されてますから、2日前ですよ。2日前、はい。ヤムやヤシといった名前のデジタルトークが一夜にして現れ、価格を爆発的に膨らませ、暗号資産仮想通貨関連のニュースを独占し、デジタル資産市場と金融テクノロジーの広範囲にわたる潜在的可能性についての真剣議論を巻き起こしている。DeFi プラットフォームに預けられた担保の総額が先週、年初から20倍以上となる1兆3700億円に達する中、バイナンス、コインベース、OKX などの、大手中央集権型暗号資産取引所はチャンスを逃すまいと DeFi トークンの上場と DeFi 関連商品の進展を急いで、展開を急いでると。ね？ DeFi でしょ？時代は DeFi なんですよ。で、まあ昨日もね、ビットコインをイーサリアムでデファイするという記事を読みましたけれども、まあ上がってきてんだよね、またね、ビットコインがね。今114万7800円ですけども、このデファイ関連の話でですね、上がってきてるんですよね、これね。これひょっとしたらこれ150万超えてくるかもしれない、これね。まあもう年末ですしね、10月なんで今180万、200万に行く可能性あるよね。これデファイなんですよね、全部ね。デファイ関連なんですよ。だから言ったじゃないですか、僕がデファイだよって。ね、あ、眠も眠から覚めましたね。眠も覚めましたね。はい、それで、金融のやり方を本当に変える可能性を秘めていると、パンドラのギャビソン・スミス CEO をインタビューで語っていると、皮肉なことだが、パンドラの発表はデファイ市場が沈静化してきたようなタイミングで行われた。データサイトのデファイパルスによると、この1週間でデファイの、担保総額が1兆円付近まで減少したと。デファイプラットフォーム、レンドトークンは暗号資産調査会社のメッサリーによると22日目までの7日間に 12% 下落した。スミス CEO は調整を避けれなかったと示唆している。市場が初期の数年間は不安定になることは織り込み済みだ。大きな可能性がある一方で、途中には必ず交代局面があると。終わってますけれども、まあ、結局何が言いたいんだろうって、この最近の記事は本当にくだらないですね。奥深さがなくて、で最後に何を言いたいのか締める記事もないということなんで、若々しさが、青臭さがすごいにじみ出てますが、結局まあ締めるとですね、アメリカ大統領選挙についてはビットコインの価格は全く関係ないと、そういうこととデファイが人気だということで、ビットコインの価格が上がるかどうかはデファイの人気、デファイの人気があると。ただしデファイ、デファイと言っても、まだデファイについても、まあ、実用化されてはいないので、上がったり下がったり上がったり下がったりの連続ですよ、ということを言ってますね。ただまあ、とは言いつつも、やっぱり何かに乗っかっていかないとね、海のものとも山のものともわからない時にですね、うちにお金を出さないとやっぱり億万長者になれないんですよね。まあですからデファイっていうのは技術的には確立されてますからね、非常にいいんじゃないかと思います。それでビットコインキャッシュが上がってますね。上がってるっていうか時価総額が上がってるのか。あ、でも価格も上がってますね、 5% ね。あ、チェーンリングがまた上がってきて、カルタネード、ああいい感じになってきましたね。これフォーメーションがいい感じになってきましたね。フォーメーションがね、お、これはちょっといい感じですね。はい。
はい、じゃあ次見てみますかね。次はですね、あの FX の方ですね。2000年と2012年と告知米大統領選前のドル円アノマリーと、まあ、アノマリーっていうのは、まあ、あの、まあ、闇のルールっていうかね、まあ、あのそんな感じですね。米ドル円は先週末104円割れ寸前まで下落したものの、その後、まあ、104円01銭であの切り返しましたね。その後105円台後半まで戻ってきました。相変わらず方向感の定まらない展開がついていますと。まあレンジですかね、今ね。 FX 開始直後から第一線で活躍しているマネックス証券の吉田さんは、方向性の定まらない小動きがついた後、選挙間近になると一転して一方向の脳相場に表現するのが米大統領選挙のアノマリー、頻繁に繰り返されるパターンだと述べていますと。今回の選挙においても同様の展開が期待できるんでしょうか。9月28日から10月4日、まあ、今週ですね、FX 投資戦略のポイントと、ポイント、米ドル円は先週104円割れ寸前で急落一段落となった。これは米大統領選挙前は小動き、90日 MA からの乖離率が 2% 以上拡大しないというアノマリー通りとも言えると。一方アノマリーでは選挙が近づく中で90日 MA からの乖離率がプラス 2% を超えると、年末までにプラス 5% 以上へ急拡大に向かう。今回に当てはめると選挙が近づく中で104円50銭を下回ったら101円へ。ほう、104円50銭を下に割ったら101円まで落っこちるよと。108円70銭を上回ったら112円まで爆上げするよと。大相場が始まる可能性に注目しましょうということですね。なるほどね。まあ、あの、実はですね、まあ、前回の大統領選、まあ、いわゆるですね、トランプ大統領の第1回目の選挙ですね、あの時もですね、非常にシビアな、どっち行くんだよ、おいおいっていうのがありましたね。それで、週足にするか、次は月足ですね。月足ですね。これがアベノミクスでしょ。そしてまあ大統領選のアベノミクスがしっかり下がってきて、ここら辺が大統領選なんですよね。もじもじしてて確かに動きがないですよね。そしてトランプだーってなった時に一旦ゴーンって下がったんだけど爆上げしたんですよね。この爆上げすごかったですよね。これがあ19円ですね。1900ピプス。もう一気ですね。一気ですね。これ1ヶ月すごいですね。3ヶ月にわたって上がりましたね。1900ピプスはすごいよね。やっぱね、100万通貨入れてれば、3ヶ月で1900万になったんだもんね。まあ、1000万通貨入れてれば、3ヶ月で1億9000万。まあ、2億ですからね。まあ、すごいよね。だから、まあ、だから、下がって、で文字も横横上がると。で今回もまあバイデンさんじゃなくてトランプの可能性があるから、まあ今下がってますよね。ただ横文字文字はそんなしてないんですけどね。こんなにはしてないですね。これね、半年ぐらいしてましたけどしてないですね。まあもう選挙ですからね、1ヶ月ぐらいでね。そして、下がって文字バーンとで112円って書いてありましたかね。112円つったら、え？この辺ですよね。キオワですね。前回はここだから、117円80銭ですね。118円ぐらいまで行ったんですよね。だからまあもちろん112円とかはね、まあちょっと前まで112円とかありましたから、ドル円ね。だからまあ別に112円はありでしょうと。思いますけどね。112円へですよね。101円から112円の間ですね。で、一旦下がって101円まで下がって、そのまま下がると思わせつつの爆上げですね。112円までね。
だこれは頭にきちんと入れておかないといけないと。だ前回もまあ、ここでもじもじしててこれ下がったの、これね、下がってるでしょ、こうやって。トランプ大統領が当選して下がったんですよ、思いっきり。これちょっとしかないですけども、これが結構あってですね、400ピプスぐらいあるんだよね。4円ぐらい下がったんですよ、これ。400ピプス下がると、これ一気ですよ、まあ、1ヶ月で400ピプス、4円っていうのは結構大きいからね。で、このまま下行くと思ったんだよね。みんなショートポジション持ってたんですよ。したら一気に爆上げ、最初の1ヶ月目で刈られて、で、翌月はバーンでしょ。で、3ヶ月目はバーンでしょ。まあ、これはみんなやられたんじゃないですかね。まあ、ロングずっとね、持ってた人は、まあ、本当に大儲けですね。だから、今、横横ですよね。下がってピューン、下がってピューンっていうのは、本当に、体に覚えさせないとダメですね。頭で分かってても、体が言うこと聞かないですからね。はい。方向感の定まらない米ドル円、今後はどうなるかと。米ドル円は先週末、これ読みましたかね、読んでないですね。104円割れ寸前まで下落したものの、その後は105円台前半まで戻ってきましたと。表一これだね。相変わらず方向感の定まらない展開がついています。まあ、ドル円はね、いつも方向感定まってないから、今定まってないってわけじゃないんですよ。もう四六時中定まってないですからそもそも米大統領選、今日の年の米ドル円はこのように方向感の定まらない小動きが続くことが多かったので、そして選挙が近づくと一転して一方向への大相場に表現することとなりました。頻繁に繰り返されるパターンをアノマリーと呼び、小動きから大相場への表現は、米大統領選の年の米ドル円では比較的よく知られたアノマリーですと。はい、ということで、まあ、この人ね、ちょっと何言ってるかよくわかんないんですよね。で、まあ、90日移動平均線のことを言ってますけど、まあ、ドル円につきましてはね、75移動平均線ですからね。で、ごちゃごちゃ書いてあるけども、読まないですね。もう、記事の内容がつまんないですよね。つまんないですよ。だから、わかんないですけど、僕が、理解力が高まったのかもしれないんですけど、読んでてもつまんないから読まないんですが、まあ、基本的にドル円は75移動平均線で、こうタッチしてますよね。こう週足ですけど、日足ですけどね。ここもタッチしてますでしょ。75移動平均線で折り返しますよ。75ね、全ての時間軸でね、75移動平均線にタッチして折り返しますね。今4時間してここ75、ここで折り返してますね、今ね。はい、あとは1時間足とか、まあ、これもね、前回ここは大丈夫でした。ここね、1時間75移動平均線に今日は下に行ったんですよね。だからで今折り返してますけど、どうなるかですね。30分足、はい、5分足ですね。今5分足で調整してますね。これ75移動平均線ですよね。ここで今反発してますからね、ドル円がね。これで上行けば上ですし、まあ基本は上、今は上なんじゃないかなと僕は思ってました。ユージ先生が上を示してますんでね、まだねいや、そんなことないね、下ですね。はい、ユージ先生ちょっと見てみようか。下っぽいですね、これね、下っぽいですね。ユージ先生、今ちょっと、こっちのコンピューターで、ユージ先生って、自動売買ツールなんですけどね、ドル円のね。僕が作った自動売買ツールなんですけど、まあ、そろそろ下ですよっていうの出てますね、やっぱね。で、これ一般紙ですけどね、75移動平均線追いついてきましたね。
15分足で、下ですね。今日朝からまあ、だいぶ暗くありましたね、こうやってね。9時ですね、朝の9時に大暴落ですね。だから中根を待って楽しみに9時前からロング入れてた人はびっくりしたと思いますよ。で9時半から10時にかけて上がりましたけど、あとは下がって、これはロンドンの中根ですね。で中根はロンドン中根が終わったんで下がるかもしれないですね。ユージ先生からちょっともう下がるよと、まあ106円いかなかったですね、今回ね。ちょっと悔しい思いですね。まあ、週足ですけど。そうですね、下がっていって、バキューンですかね。わかんないですよ、全然わかんないですよ。トランプにならないかもしれないしね。バイデンさんが合格したら、当選したら、下行っちゃうかもしれないしね。トランプが当選してももう爆裂するかもしれないしね。まあ、これについてはアノマリー的には過去の傾向はありますけれども、じゃあ今回も過去と同じようになるのって言ったら、そういう風にはならないかもしれないからね、ちょっとわからないですよ。はい。ただね、各国の、まあ、今回ね、例えば日本の安倍元首相がね、辞めるよって言った時も爆下げしましたからね、100ピプスぐらいのね、わずか2時間ぐらいでね、100ピプス1円ぐらい下げましたから、僕もその時に爆儲けしましたけども、スマホではね 4,5 万稼ぎました。そしてスマホでやってね、でこっちの XM の方では1000万ぐらい稼いだかな、その安倍首相が辞めるよっていうふうにね言った時に、まあ遅れて賞取れたんですよね。その時に、1000万ぐらい稼いだと思いますね、これね。もともと500万しかなかったですからね。でこの1ヶ月で、1700万になりましたから、だから結構稼いだと思いますね。もともとですね、そういうことなんですよね。各国の、まあ、ドル円だったら、アメリカ大統領、そして日本の首相ですね、の交代の時、まあ、選挙ですよね、の時に、方向感が出るってことですね。ですから、今回はトランプ大統領、まあ、4年に一度の選挙ですからね、まあ、ドル円、FX で、人財産稼ぎたいなと思ってる人は、まあ、アノマリーにも気を配りながらですね、まあ、一旦下がってからの爆上げ、例えば101円まで下がってからの112円まで爆上げと、まあ、それはもう全然ありなんでね。4年前はもっとすごいことがありましたからね。20円ぐらい爆上げしました。19円か1900ピプス爆上げしましたから、3ヶ月にわたってね。だから101円まで落ちてからの121円まで爆上げですからね、まあ、今から計算するとね。だからそうですね、ここまで落ちてますよね。だから一緒ですよね。 100円ぐらいまで落ちてるんだよね、これね。でこっからまあ118円まで上がっちゃってますからね。119円ぐらいまで上がってますから、何がか分かんないんですよね。これもまあ先端まで来ましたからね、ちょうどね、ペナントフラッグの。まあ、大統領選に合わせて、これペナントフラッグの先頭まで来たということでよろしいかと思います。なので、まあ、バーンって上がる可能性あるよね。で、まあ、一応相場的にはこれちょっと下がってからの、バーンって上がって、一応ダブルトップつけると、ね。ダブルトップをつけてからの、ダブルトップつけないと下がれないんですよ、相場っていうのは。だから、そうですね。一旦下がるの、ここも一旦下がってますよね。下がってからの上げですよね。なんで下がってからの上げで、こういう下は101円まで落ちて、上は、
100、おお、いやー、これ124円ですよね、前回はね。行くかもしれないですね。ただまあもうちょっと低いんじゃないかっていうふうにみんな見てるから、まあ皆さん、ちょっと気弱にね、見てて、110人ってここですからね。これじゃダブルトップとは言えないよね。もうちょっと上がるんじゃないですかね。122円ぐらいまで上がると思いますね。だから、やっぱり、一旦ショート入れて、101円まで行ったら、利確して、そっからの上げ。で、これ3ヶ月ぐらい、ずっと3ヶ月ぐらい上げていきますから、まあ、ロングをね、気長に持つと。ここはですね。そしてまあ2億か3億ぐらいね、一瞬で取っていっちゃうというのも、あとはまた横横になると、これ4年間の横横大変でしたからね。これヘッジファンドみんなやられましたからね。こういうとこやっちゃダメですよ。こういうのやらない。だから大統領、4年に一度の大統領選挙だけやるんですね。そしてまあ2億か3億稼いで、4年に一度、あとはやらねえと。あとはまあ自民党とかね、日本の選挙、総理大臣選挙の時やるとかね、衆議院選挙の時やるとか、まあ、その あとはやらないというのが、まあ世界のヘッジファンドですよね。はい、ということで、まあビットコインは、アメリカ大統領選は全く動かないと。その代わりディファイ、分散型の方でね、デファイン人気ということで、まあ多少これからビットコインの価格上がってきますよってことですね。まあ年末なんでね、180万ぐらいにはなると思いますね、ビットコインの価格はね。で、今買っといてもいいと思います。で、ドル円の方は、ドル円 FX の方は、まあ一旦下げて101円まで下げてからの112円までの上げと。まあ僕は122円ぐらいまでいくと思います。それではね、今日もありがとうございました。夜はね、中野研究会の皆様プラス、メンバーシップ制度の1億円以上のクラスの方を対象に、今日はね YouTube ライブをやりたいと思います。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。